はい、今緊急で動画撮ってます。何が起こったかというとですね、なんと 0.5 王子不慮の事故によって亡くなってしまいました。本当に無念です。昨日は放心状態で本当に何もできませんでした。ということで本日はそれを覆すべく行動してみます。それではどうぞ。はい、こういう感じで動き出しました。これが大体30分ぐらいなので、3つの布団きれいに上がってください。はい、洗濯のが終わったので今度はドライですね、乾燥機の方かけてみたいと思います。はい、今日はなぜコインランドリーの方に行ってきたのかと言いますと、昨日勃発した笑い流れをきれいさっぱりに流したいなぁなと思ったからなんですよね。まあ暗号資産業界の人はご存知だと思うんですけれど、韓国初のコインプロジェクトテラ・ルナが発端になった同時大暴落、こちらに私自身も巻き込まれてしまったわけですよね。はい、それで 0.5 王子が亡くなりました。4月初めにはですね、0.7 王子ぐらいまで回復基調だったので、その際に損切りをしておけばという思いはこの世界にたらればっていうのはないんですけれども、非常に心が痛いです。それだけあれば会社1台は変えたりもしたのになーっていうふうにちょっと思っちゃったりもしております。まあ、くよくよしていてもしょうがないので明日に向かってまた突き進みます。明日は韓国で有名な金融関連のイベント、ソウルマネーショーがあるので、そこをレポートしてみたいと思います。そして今私が力を入れてやっているギオンプロジェクト、クオンプロジェクト、こちらの方で起死回生を望みたいと思います。それでは、いってらっしゃい。